さて変わりまして、ダンディ作曲、フランスの山人の歌による交響曲でございます。フランスの作曲家ってのは実にユニークでございまして、このダンディなんかも実はワーグナーに影響されまして、かつてはそのドイツ音楽に憧れてたんですね。しかし、いろいろと自分も作品を試みたり、また人の作品を聴いたりするうちに、自分がフランス人であると、そして、フランスの音楽というのは格あるべしというふうに思いつきましてね、彼の師でもあるフランク、フランクなんていうと、まあ、皆さん多分ご存知でしょうね、ソナタであるとか、あるいは素晴らしいシンフォニー書いておりますが、などの影響を受けまして新しい音楽を目指しました。そして、今日のこのフランス山人の歌、これは実はシンフォニーでもなくコンチェルトでもなく、しかし、ピアノが主役なんですね。そして、この音楽の形式と申しますと、まあ、言ってみればリストなどの作りました交響詩、シンフォニックポエム、といったジャンルにむしろ近いもんですね。まあ、形式的には一つの単純モチーフの循環形式などと言いますが、1楽章、2楽章、3楽章を通じて一つのモチーフが全体を支配しているわけですね。まずちょっとそのテーマを聞いてみたいと思います。素晴らしい旋律ですね。これはコールアングレという楽器で奏でられるんですが、こういった旋律はブラームスやベートーベンの音楽には出てまいりません。ブラームスは民謡大好きで、ベートーベンも大好きだったけど、ベートーベンはイタリア民謡であるとか、あるいはトルコマーチであるとか、それからブラームスはハンガリアンダンスであるとかね、それぞれ好みが違ったり、自分の育ちや自分の故郷のメロディーを愛して自分の作品に入れてるわけです。というわけで、このフランス山人の歌、このシンフォニーの中ではただいまのテーマが次々と発展して出てまいります。フィナーレではこんな風になってくるんですね。これはピアノのスタイルでいきますとこうなるわけですね。タララララララというのがね、こんな風に出てきたりするんですね。さらにはこんなモチーフも出てまいります。いかにもこれ踊り教授という感じがしますね。まあ言ってみればフランスの盆踊りということでも申しましょうか。まあこういった素晴らしい民謡をピアノとオーケストラのために次々と発展していったのが、このフランスの山人による交響曲なんでございます。これはですね、フランスの中部地方にありますセベンヌという山々、これの地方の民謡が取り入れられているということでね、セベンヌシンフォニーなどというふうに言われる場合もございます。それでは早速お楽しみいただきましょう。ダンディ作曲、フランスの山人の歌による交響曲、演奏はピアノ北川明子さん、そして矢崎彦太郎さん指揮の東京フィルハーモニー交響楽団でお送りいたします。
ダンディ作曲、フランスの山人の歌による交響曲。演奏はピアノ北川明子さん、それに矢崎彦太郎さん指揮の東京フィルハーモニー交響楽団でお送りいたしました。